ていうか、あたおかなババアに会って、そのサンダーバードで、俺グリーン乗ったんよ。まあ、寝ようと思ってたから、移動中ね。あたおかなババアに会って、あの、パンパンだったじゃん、席。通路側の席が3席ぐらい空いてて、そのうちの1席押さえたやんか。前枠でね、多分見たらわかると思うけど。で、そこの席座ろうと思ったら、なんかあたおかなババアが、あの、俺の席のところに荷物置いてたんよ、マダムが。ボコボコボコって。まあ、よくあるやん。その、隣に座らないと思ってて、グリーン車の人ってよく隣に荷物置くことがあるんよ。グリーン車って大体そうなんよ。2席こうやってなってるけど、窓側取って通路側は荷物置く人がほとんどなんよ、新幹線とか。まあ、それは俺もわかるんよ。だけど、今日めちゃくちゃ混んでるんよ。そう。で、車内放送でも今日は混んでるので荷物は棚の上に上げてくださいって言ってんの。だけど、俺の席のところ荷物が手提げ袋みたいなのが2、3個ポポンってあったのよ。で、あれ?と思って。で、しばらく待てと、その、マダムが来ないのよ。あれ?と思って。そしたら、どこいんのかなと思ったら、俺一番後ろのケツの席取ってたんだけど、ケツの席の後ろって荷物置き場になってんのよ。ああいう新幹線とか特急のグリーン車って、ちょっとスペースがあって、なんかああいうでっかいキャリーバッグとか、ああいうのを置くために、一番後ろの席の後ろでここちょっと荷物置けるやんか。あそこで、なんか、バカってキャリーケースを開けて、なんかマダムが荷物をごちゃごちゃやってんだよ。で、あ、俺の隣ってマダムなんだってそこで分かったんよ。で、いやでも俺座りたいから、もう電車出発し始めるし、で、みんなもう座るやんか。だから、すいませんって言って、そしたらなんか、はい?みたいな感じで振り向いたの。すいません、ここ、ちょっと僕の席なんで、ちょっと荷物どかしていただいてよろしいですかって言ったら、なんか、うん、みたいな感じで、反応したんよ。ああ、どかしてくれるかなと思ったら、そのまままた、そのキャリーバッグの中の荷物ごちゃごちゃやり始めたんよ。いや、どかせやっていう。何にもどかすそぶりないんよ。え、聞こえてないのか俺の声はっていう。いや、だから、どかせって言ってんじゃん。ねえ、俺はね。だけど、多分、マダムは、ここ私の席だと思ってんだよね。思ってるか、多分俺が逆に席間違えてると思ってて、無視してんのよ。で、作業やってんのよ。やべえやつだなと思って。ちょっと、口調強めに、すいません、ここ僕の席なんで、ちょっと座りたいんで、荷物どかしていただいてよろしいですかってちょっと言ったのよ。エアポッドつけてたから、結構声でかかったと思う。うん。これ撮ってたらさ、自分の声のボリュームわかるけど、エアポッドつけてたから、まあまあ多分大きい声で言ったと思う。だって、他の人たちもちょっとこっち見てたから、多分俺の声大きかったよね。どかしてもらっていいですかって。さすがにそれで気づいて、なんかちょっと、ん?みたいな感じで、なんでお前がふてくされてんのかわかんないけど、ふてくされながら荷物どかしたんよ。で、俺もそのまま、バフって座ったんよ。で、座ったんだけど、まだまあ結局後ろで、なんかゴソゴソやっとるな。で、ゴソゴソやっとって、ほんで、まあ別に、俺はもうええかなと思ったよ。別にそっから先怒ることもないし、まあちょっと雰囲気悪いけど、隣に座られるわけやから、窓代わりね。やけど、まあまあ俺ももう眠いし、すぐ寝るつもりやし、まあ別にいいやと思って、気分悪いけど、まあこのまま寝ようかなと思ってたよ。で、まぁ、ちょっと曲でも流そうかなーなんて感じで曲いろいろ見てたよね。そう、iMusic の。そしたら、車掌さん来るやん。回ってくるやんか。切符確認しまーすとかなんやかんやつってこう来るやん。そしたら、その車掌さんに、マダムが話しかける。そしたらね、聞こえたんだよ。もうすぐ後ろで喋ってるから、AirPods つけてても、まぁ、曲流す前やし、会話が聞こえるんや。何喋ってると思う。すいません、この席変えてもらえませんかって。マダムが。ちょっと他の席にしたいんですけど、あの席空いてますよね。あっちの席に移動したいんですけど、変えてもらえませんかって言ってるでしょね、聞こえるように。はぁ、と思って。そしたら社長さんが、すいません、つって、本日ご満席いただいておりますので、ちょっと現状はご移動はちょっと難しいかと思われますって言って。で、もし、空き次第、で、よろしければご連絡させていただくんですけど、みたいな感じで対応してんのね、車掌さんは。そう。これ、聞こえるようにこれ言っとるんかなと思ったから、俺腹立って、そこでさ、何嫌味とか言うのもまた嫌やん。こんな時でこうやってわーって言うのもさ、今さ、コロナなんだって言うから、言葉交わすのも嫌やし、富山すげえ楽しかったし、これから大阪もあるし、そういうのも嫌やなと思ったから、腹立つから、俺もクソ眠いやん。
ずっと来とるからくっそ眠いやん。目閉じて5分で寝れるんよ。でババアが後ろでごちゃごちゃやってる間に寝たろうと思って、そのくらいタダで寝るのが家やから足ガンガン前に伸ばして寝たったんよ。グリーンといえどもこの体格、足伸ばして寝たら通れへんやん前。そう、ほんとスペース少ないんだよね。席すいませんって言って通るキャバ嬢でも通れないぐらい狭いんよ。そう、キャバ嬢も狭いよね。こうやってすいませんお隣よろしいですかとかで座るやんか。もうそのキャバ嬢でも通れないぐらい足ガーン伸ばして、もう絶対俺が足引かな通れんぐらいこんなんして寝たったんよ。こーって言って、でそっから先はもう俺知らへんよ、もう寝てるからね、うん、ビクともせえへん。もうストーンと落ちたらもうね、ずっと起きとるからね、寝たんよ。そしたらなんかしばらく寝たら超喉乾いてきて、ずっと多分俺無呼吸症候群とかさ、鼻呼吸あんまできないからだんだん喉カラカラになってくるんよ。で、あ、喉カラカラやなと思って、そしたらプワッて目覚めたんよ。そしたら9時11分か、電車だったんだけど金沢、気づいた頃には11時50分ぐらいだったの、時刻がね、11時50分ぐらい。うわ、だいぶ寝たわと、約3時間寝たよ俺、結構寝たわと思って、だいぶ寝たわと思って、 AirPods から聞こえてくる曲がわけわからん EDM やもん。最近俺ずっと邦楽とかああいうの買ってるから、上から順番に買いたての曲から順番流れてくるじゃんか、 iMusic って。だからずっと新生かまってちゃんとか宇多田ヒカルとかああいうラッドウィンプスとか流れてくるから邦楽なんよ普通は。だけど邦楽を全部言ってわけわからん EDM 流れてきたから、うわだいぶ時間経っとるってのはもう音楽で分かったんよ。ズンチキズンチキ言うから、うわっ、と思ったら3時間ぐらいやんかって言って、3時間か、あれ終わんわと思ってパッて横見たら、座席のところに毛布折りたたんで置いてあっていなくなっとるんですよ。ふって横見たらやけに静かやなと思って、ふって横見たらなんか毛布が折りたたまれて置いてあって、もぬけの殻になってたんだよ、もぬけの殻。そうで、あれおばはんはと思ってパッて横見て、ふっと後ろ向いてその荷物のところ見たんよ、キャリーバッグとかキャリーケースの方見たらおばはんのやつ置いてあったんよ。だから多分俺が寝てる間に何とかしてこの足の上を通っていって多分別の席に移動したよね。そうでもどういう風に移動したとかは全くわからないの、俺は寝てたから。そう移動したらしい。でどこに移動したかも全然わかんない。うん、結局は移動したよなと思って。いやどうだったのか、でもさひどくない、でもなんで、すいませんここ僕の席なんでって言ってねえ、変わった人もいるもんだなと思ってさ。よくさ若者はとか言うけど、確かに若者もマナーのないやついるけど、まあまあ年寄りもマジクズみたいなやついるよなお前そんなのありかよっていう、常識のかけらねえのかっていう。だからいい年した人でもたまに稀にですけどやっぱいるよね、変なやつ。いくつぐらい、いや明美さんぐらいよ、5、6、60前後ぐらいの。だけど席変えてもらえませんかは年寄り相応の嫌味やね、うん、当てつけのように。いやマジアオリイカだったもん、釣ったのかなと思ったもんね、アオリイカやんけみたいな。え、なんならステップくんより全然アオリうまいからね。そう、富山のホテルでちょっと部費行きあったじゃんね、ステップくんやおにぎりくんより全然アオリうまいからね。席どういいですかとかよう言うわと思って、こいつやるやんけみたいな。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。